こちらでは精霊も研究の対象にしてるのね。ああ、マナをエネルギーとして利用するのには精霊自体を研究する方がいいのさ。興味深いわ。精霊という存在はどう誕生してどう世界に影響を与えているのか。コリンは精霊の研究には反対。あら、どうして。どうしても。コリンは実験の段階でいろいろ辛い思いをしてきてるからさ。そういえばコリンは人工精霊なのよね。興味深い。やば、ずらかい。ああ、お待ちなさい。